新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記今日のテーマは歴史小説家はライトノベルをどのように評価するのか問題今日はああマシュマロに寄せられた質問です鈴木さん YouTube で見てますはいどうもどうも うん、ポッドキャストもよろしくね。私はライトノベルを読むのですが、うん、最近はゆきともさんのチャンネルや山崎龍さんのチャンネルで作家さんや編集者さんの裏話のようなものが聞けて楽しいです。あどちらも僕は知らなかったな。まあ、これからチェックしてみます。作品の後書きではわからないような情報が出てきて、 ファンンとししては嬉しいチャンネルですーん鈴木さんのチャンネルも作家さんの裏話のようなものを聞くために見ています。最近の警察の話は面白かったです。ああ、どうもどうもどうも。裏話といってもまあ表に出せるような話はあんまりないかな。あの僕の知ってる裏話は もう今だとコンプライアンスに引っかかるものばっかりだからね。その、本当に結構、作家さん、人出なしが多かった、あコロナ話しか知らないのね。<laughs> まあ表に出せないこと、まあよいいや、う戻ろう。そこで、裏話のようなものとして、ポロの時代小説家が、 ライトノベルをどのように評価するのかが知りたいです。へえ。とある魔術のインデックスの一環を読んでいただき、その個人的な視点と、プロ視点の二つの視点から、いや、個人的な視点って、俺が読んだら、あの、プロの視点も個人的な視点も同じなもんだけどな。二つの視点からの感想を聞きたいです。うん、うん 武教活動のようなものですが私の大好きな作品ですのでああとある魔術のインデックスねぜひ読んでみてください当時おじさんだった人がこの作品をどのように見ていたのか気になるのです <noise> えーっととある魔術のインデックスなんですけどあの、うん 実はもう、あの、縁があってね、えっ、ー、と、全巻読み終えてます。ん,んで、先に言っておくと、いや、あの、面白さ全くわかんないです。<laughs> ごめんね。あの、これはね、えっ、ー、と、要するにさ、あの、面白さがわかんないっていうことはさ、これ僕の問題です。んと僕が、そのラノベの線が切れちゃっているので、えー こう、僕が面白くないと思ったからといって、その作品の出来が悪いかってのは全く別の問題なので、えっ、ー、と、ただまあ、そこら辺のところ、わざわざさ、その、いや、僕は読んで面白かったよ、面白くなかったよってことをさ、わざわざ開けることもないよね。もう夢中になって読んでる人もいるんだし、で、なんと言ってもこれ、いや、僕が面白くないなっていうのは多分、 あまあ、多分じゃない。間違いなく、僕に、その、読むセンスがないだけなので、ええー、何も、その、こうお、マイナスな話をすることはない。あの、まあ、はっきりをその、こう、ラノベに関して言うと、僕は全く歯が立たなかったです。えっ、ー、と、ライトノベル、 に関して言うと、ライトノベルという言葉ができる前からこの仕事をやってます。えっ、ー、と、僕がデビューして何年か経ってから、それから、まあ、あの、ライトノベルって、まあ、僕が出た当時っていうのは、ジュブナイルっていう言い方をしてましたね。んで、朝日ソノラマの独壇場だったかな。それからしばらくして、えっ、ー、と、朝日ソノラマとコバルトだったね。えー それからしばらく経って、えー、っと、何が出てきた富士見ファンタジアが出てきたのかなああ、っていう、まあそういう具合だったので。で、こう、僕は小説の新人賞で予選っていうのはほとんど落ちたことがない。ただし、どれだけ出しても全く予選を通らなかったっていうのが、エロ、エロ関係ね。 えー、フランス商品だとか、あの他のもの。と、それからと、ラノベね当時、えー、そのジュブダイル。うんと。ああ。そうね。小学校のホワイトハートがこう、できるかできないかぐらいの時に、一つで持ち込んでみたらってみて、その、紹介してくれたところもあったけど、そちらも全然ダメだったね。 もう、出版バブルの時代で、結構大丈夫だった。まあ、少々のことなら目つぶってくれるよっていうような時代ではあったんだけど、その少々のことさえも引っかかりもしなかったね。うで、あの、こう、うん。しかし、なんだこの、 ライトノベルをどのように評価するのかっていうのはどういう意味なのかよくわかんないんだけど、まあ、こうど,んどんうぞ最後に、その、ライトノベルっていうのは難しいよなっていう、ことです。で、まあ、あの、うちの受講生からライトノベルのデビューしてる人ってのは何人もいるので、えっ、ー、と、そこから考えていると、考えてみると、 えっと、ライトノベルと一般、うん、文芸というのは、基本的なものはもう、基本的なことは同じなんだよねっていうことは、まあ、なんとか理解はしてます。うーん、つまり、登場人物の履歴書を作ろう。で、ファンタジーとして異世界とするんだったら、異世界の、この世界はちゃんと作っておこう。あと 自分が、まあ、あ願望炸裂、ちゃんと、願望炸裂っていうかな。例えば異世界を使う、作るんだったら、なんでその異世界で、その、いろんな、えー、異生物ね、化け物だとかその手のものを、が出てこなきゃいけないのか。その彼らは何の役に立つのか。そして、えー、 そ,うん、そう、えぞぎんぎすねく君が典型だよね。あの彼の面白いんだよな。あの、こうお、俺はこういう世界に浸りたいんだっていう、あの願望の炸裂をちゃんと炸裂すること、すごく大事だよねっていうことが、これがラノベでも一般文芸でも、まああるよねっていう、う、え、ん、ー、ことあります。で、あと、まあ、ああ、 受講生からライトノベル出しましたっていう原稿は、まあ、まあ、たくさん上がってきます。ねその中で、こう、面白いかどうかはわからないんだけど、一つ確実に言えるのは、こう、いろんなことを調べたり、登場人物を作ったりだとか、あうん取材をしたり、きっちっとその世界を作ったりとかってするのがめんどくさいからライトノベルを書いているのか、 本当に好きでしょうがなくてラノベを書いてるのかっていうその違いはわかるかな。まあ、そのぐらいの区別はつきます。っていうことかな。あとは、そうね、ライトノベルって単語言葉ができてどのぐらいなのかな。もう20年ぐらいかな。もうちょっと経つかな。ん,んで、 出たばっかりの頃っていうのは、ライトノベルっていうのは子供の読み物っていう、そういう、うん、そういう認識だった。うんと、こう、イラストがたくさんあって、漢字が少なくて、登場人物たちがみんなティーンエイジャーでとかっていうような風で、ね、まあ、いずれみんな卒業するだろうっていうような、そういうイメージになったんだけれど、で、その、まあ、その当時は、こう、 うん、いずれまあ、ラノベからみんな卒業して一般文芸の方に行くよね、なんていう言われ方をしてみたんだけど、こうして20年経って見かけ、えー、見てみると、要は卒業しないで、読者層ってそのままスライドして、今、あ40代、えー、30代、40代になってるよね。うーん。ん,んで、まあ、 あの、気楽に読める小説というところでは、もう、かつての一般文芸だったポジションを、今はラノベが、あいつの間にか押されてると。一般文芸っていつの間にか気がつかないうちに、娯楽小説のメインストリームから滑り落ちてるよねっていう、まあ、そういうのが実感です。で、まあ、かつて源氏経太だとかさ、あ ああ、佐藤六郎だったかな。ああ、だとかっていうような、そういった娯楽小説、サラリーマン小説が占めてたポジションを、その、転生して、うん、こう、なんちゃらに勇者になりましたっていう物語に、まあ、変わったよねっていう、そこら辺が暗返して、だよねっていうことがあるかな、っていうふうです。 ええ、ライトノベルをどのように評価するかって言ってまあ、あの、ライトノベルの業界について僕はどうこういうようなことではないんだけど、ただ、あの、こう、見ている限りでは、そのライトノベルに関して言うと、今のところ、そのライトノベルって、あの、一般文芸の場合だと、売り上げ以外の他に文学賞っていう評価軸があるんですよ。 そうすると、数字がそれほどでもないけれど、質を維持するために、全体の業界の質を維持するために、その先鋭的な作品に関しては、まあ、数字はそこそこい,いけていいので,で、文学賞という形でこういう質を維持し、牽引していくような人もサポートしようというようなものがあるんだけど、今のところライトノベルっていうのがその、 一般文芸でいうデビューした後の文学賞というものが存在しないので、本当にその、うん、出版社の枠を超えたデビュー後に与えられるその文学賞っていうのが、うん、ないので、そこら辺がやっぱり見ていて大変だなっていう、うん、まあそこが思うことがまず第一つかな。で、えー、やっぱり、 こう、ライトノベって裾のだけしかないよねっていうことは思うかな。だから、その、もう一つ、やっぱりこの別の評価軸、売り上げ以外の評価軸ってあった方がジャンルとしては流星するよね、なんていうことは外野から見てては思います。あと、これはあの、この質問者さん うんもう無意識のうちにこういうふうになったんだけど、あの一般文芸の目から見ると、ライトノーベルの人、作品っていうのは、作家ではなくて作品名で呼ばれるっていうのが、ちょっとやはり気になりますよね。この質問者さんも、とある魔術のインデックスっていう、 言い方をしてて、その作家さんの名前が全然出ていない。作家さんではなくて作品に対して興味があるっていう風なんだけれど、これね、えっと、書いてる作家の側からすると、割とね、これ気になります。なんでかっていうと、作品っていうのはあくまでも花なんだ。こう、うん、なんていうの の出来上がった花で、ど、書き上がった読者だとか、編集者だとかというのは、その、作品、著者がこう、いろんな形で絞り出してきて、ようやく、あの、開かせた花を、花だけを切り取って、その、目でているんだけど、作家さんの側からすると、その、シリーズが終わった後、 シリーズが書き終わった後も、その作家さんの人生って続くんだよ。ねシリーズが終わっても食っていかなきゃいけないんだ。で、そうすると、ん、じゃあ、そのシリーズの次のシリーズは何っていう、まあ、そういうことは思うよね。まあ、そう言いつつもさ、あの、一般文芸でもさ、この、 割とな何十年も生き残る人ってのはそうそうはいないので、あれなんだけどね。でもやっぱり、こう、うん、なんていうのかな、この、こうラの、ライドノベルの読者の人が、まるでその作家さんを一発屋芸人のようにっていう言い方をすると、あの、 語弊もあるし、失礼なのも承知をして言うんだけど、その、一発は、一発は当てたい。だけど、その次の、一発の当てた、その、今度はその次のキャラ、新しいギャグ、新しい持ち、ネタで、やっぱりし勝負していかないと、作家さんの、その、作家生命ってのは続かないのでね。だから、それを思うと、 あのー、ライトノベルを,しがを読んでる方,方ってもうちょっとやっぱり作家の方にも目向けてあげて目向けてそれでえー、っと作家さんの経営にもむ心を向けてくれると嬉しいかなっていうふうに書き手の側からはちょっと思いますよね。 この番組では皆様からのお,お,お,お便り、うん、それからこんなネタで話せというお題、ご質問などなどを募集しています。マシュマロという特命ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝聖賞、横大龍物新人賞など 圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などの Podcast プラットフォームでも配信しています。というところで、今日の鈴木記一長作家に聞き、そんなところで、ではではでは失礼します。